こんにちは。かわいちゃんのケリで扇風機のプロペラがぶっ壊れてしまったので、最寄りのねショッピングモールに扇風機を買いに行ってきました。3月からコロナ対策でもうセブはですね、もう外出禁止が続いてほとんど家から出てないです。もう5ヶ月ですね。で、感染するとね、もう日本人の場合間違いなく200万円クラスの請求が来る可能性が高いですし、こういったどうしても買わないと生活が辛いという時だけ外出してます。今回ショッピングモールの様子をちらっと撮影してきましたので、まずご覧ください。そんな感じでね、相変わらずフィリピン人って堂々と働かないですよね。そう言うとね、フィリピンファンに怒られそうなんですけど、悪気はないの知ってんすよ。自分のセクションにお客さんが来なかったら、スマホいじって遊んでいいっていう、そういう文化、常識なんで、お客さんもあいつ何遊んでんだとか、同僚もあいつばっかり遊びやがってって責めることはないですからね。でもね、そんだと思うんすよ。例えばスマホで遊んでる手をちょっとやめて私のアシストをするだけで間違いなく100ペソは稼げるんです。私以外の日本人の人でも多分50から100ペソは上げると思うんですよね。なんかちょっと助けてくれると。で、それを他のスタッフの人もね、治外法権としてそういう咎めたりする文化はないので、もうその気持ち次第だと思うんですよね。TTM 強し氏じゃないですけど、フィリピン人って本当バカだよねって言いたくなる場面がこうやって多いです。そんなわけで、元菩薩のセブ島プチレポートをご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。